どうもこんにちは、アフマットの検査の丸です。本日紹介するのはこちら、 SMS オーディオというヘッドホンメーカーのストリートってモデルなんですけど、それがスターウォーズとコラボしたのでご紹介いたします。 SMS オーディオというのはアメリカのヒップホップアーティストのヒプティンセントが作ったオーディオメーカーです。まあ、どういうオーディオメーカーっていうかというと、全ての人にいい音楽を届けるということで、元のアーティストの意向が反映された CD 作った時の音を忠実に再現するというヘッドホンを作ってるメーカーです。じゃあ早速見てみましょう。4種類あります。ダース・ベイダー、ストームトルーパー、そしてアナキン・スカイウォーカー、そして最後はこれですね。ちょっと中を開けてみましょう。結構しっかりした感じ。クリーニングクロスとかステッカーとかついてます。これが本体、これがヘッドホンです。スターウォーズ、結構頑丈なケース。開けてみましょう。お、こんな感じですね。形はオンイヤーといって、耳にちょうど乗っかるタイプのヘッドホンです。一時停止の曲を送る用のコンパクトなリモコンがついてます。あと内側 SMS オーディオ用語が付いてます。ヘッドホンの音質なんですけど、ものすごく原音に忠実に再現をするという感じで、中音、高音、中低音がしっかりバランスよく聞こえます。癖のないヘッドホンでかなり優秀だと思いました。ヒップホップアーティストのヒプティンセントが作ったということで、低音とかがゴリゴリになったり、自分が好きなチューニングで作られてるのかなって最初思ったんですけど、全然そんなことなくて、どんな音楽でもうスッと入ってくる。あのジャンル聴いてるからこのヘッドホンだよねとか、クラシック聴くならこのイヤホンがいいねとかじゃなくて、いろんなジャンルに対応できるものすごく優秀なヘッドホンだと思いました。長時間聴いてても疲れなかったです。モニターヘッドホンまではいかないんですけど、そこは目指して作られてるっていう感じで、この価格帯ではいいんじゃないかなと思いました。あとですね、ずっと聴いて疲れないっていうところもそうなんですけど、イヤーマフがめっちゃゴフゴフしてて質感がいいです。あと個人的に嬉しかったのは、こうやって折りたためるんですけど、ここもねしっかりしてて全然作りがチャチくないんですよね。あとここの部分はマットカットされてまして、 SNS オーディオこれから注目していきたいなとちょっと個人的に思いました。アーティストの、ね、意向に沿って原音に忠実な音で聞くっていう、その精神と感銘受けたって感じですね。音質的にそのめっちゃいい音で聞いてるっていう感じはしないんですけど、派手な装飾がない分すごく聞きやすくて、音楽ってやっぱこういう感じだよねっていうふうに覚えるかと思います。飽きずにずっと使える、もうすごく優秀なヘッドホンだと思いました。 SMS オーディオのストリートというモデルのスターウォーズエディションの紹介でした。ヘッドホンとしてもものすごく優秀で癖のない音を出してくれるので、長く使いたい人いる人におすすめです。気になる方はアップランクストアでチェックしてください。バイバイ。ケンサイドクマルです。このチャンネルではアクセサリーを紹介してます。チャンネル登録はこちら。バイバーイ。